今回はハロウィーンのカードを描いていきたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄を参考にしてください。それでは早速描いていきたいと思います。まずは背景のグラデーションから塗っていきます。ユニの水彩色鉛筆ブルーバイオレット837番を左上の方に斜めに塗ります。だんだん色を薄くしていきます。この程度に塗れたら次にダークオレンジ815番をこの紫の上に薄く重なるように塗り始めます。で、だんだん濃くしていって辺りを色を濃くして、あとは薄くしておきます。これくらいに塗れたらレモンイエロー805番をこの残りの部分に塗っていきます。オレンジに少し薄く色がかかるようにして塗り始めて、この下の方まで塗りましょう。これくらいに塗れたら水筆を使って溶かしていきます。水筆は軸の部分を軽く指で押してティッシュの上で筆先に水分を十分なじませてから使用します。色の薄い方から濃い方へ向かって溶かしたいので、筆先を下の方、色の薄い黄色の方に向けて斜めに溶かしていきたいと思います。塗りにくい場合は紙をくるっと逆さまにして塗ってください。筆をペタッとマスキングテープの上に大きくついて、ゆっくりと斜め方向左右に動かしながら溶かしていきます。で、水が足りなくなってきたら軽く軸の部分を押して水分を筆先に出しながら塗りましょう。最後まで溶かせたら筆はきれいにしておきます。ドライヤーで乾かします。完全に乾いたらブラック899番でここにイラストを描いていきます。まずはこの地面の部分を描きたいと思います。まっすぐに地面を描いて、ちょっとこっち側に小高い丘を描きたいと思います。こんな感じで山の形を描きます。ここを塗ってしまいます。で、この丘の上に教会を描きたいと思います。丘のてっぺんにこんな感じで家のような形を描いて、2つ窓を描きましょう。で、上の方にも1つ小さめの窓を描いたら、これも塗ってしまいます。もう水はつけないので濃いめにガシガシと塗ってください。色鉛筆を使わなくても、黒いペンなんかで塗ってしまっても大丈夫です。こんな感じでお家の形が描けたら、この上に塔をくっつけていきます。真ん中に細長い塔を描きます。
で屋根の部分はこんな感じにとんがり屋根でちょっと長い細長い三角形を描きましょう。そしたらこの部分にも窓を描いておきます。左右にも小さな塔を描き足していきます。こっち側にも同じようにとんがり屋根の塔を描きましょう。窓の部分は塗り残しておきます。こちら側にも塔を描きます。三角のとんがり屋根を描いて、窓を描いておきます。左側にはちょっとぐにゃぐにゃっと曲がった木を描きたいと思います。まず真ん中の幹を描きましょう。ちょっとぐにゃぐにゃと曲がった感じに太い幹を描いて、これも塗りつぶしてしまいます。でぐにゃぐにゃと曲がった枝を描いておきます。先の方に行ったらちょっと細くなるように描いておきます。で何本か枝を描き足しましょう。こんな感じで木が描けたら、この木の下の部分にかぼちゃを描いていきます。2つ描きたいと思います。横長の少し潰れた楕円形を描いたら、半分くらいから下の部分に口を描きます。でその上に鼻を描いて、目も三角形に描きましょう。そしたら塗りつぶします。口の中に歯を描いていきます。上の方に四角く2本と下に1本描きましょう。で頭の上にヘタをつけて、このヘタの付け根からくるりんとつるを描いておきます。で隣にもう少し小さめのかぼちゃを描きたいと思います。ちょっと小さめに丸を描いて、で口はちょっとこんな感じに三日月型を描きます。で目は丸にしたいと思います。大きいのと小さい丸を描いて、鼻は三角にしておきます。塗りつぶします。そしたら口の中に歯を描きます。この上の方をギザギザの歯にしたいと思います。ギザギザを描いて塗りつぶします。で頭の上にヘタを描いて、丘の上にお墓を描きたいと思います。いくつか細長い石のようなものを描いて、であとはちょっと十字架も立てておきましょう。こんな感じに描けたら、上の方にコウモリを飛ばしていきます。こ
こんな感じで緩いカーブを描いて、下をちょっとギザギザにします。これを何輪か描いていきます。大きさを変えて描きましょう。で、小さいコウモリも描いていきます。これはいつも鳥を描くときと同じように V 字を描く感じにして、ちょっと遠くにいるコウモリを描きましょう。こんな感じで完成です。マスキングテープを剥がすときはドライヤーで少し温めると剥がしやすくなります。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。